焼きそばにもちもちになる。ここに卵黄。どうも、フツノスさんです。今回は動画ですね。相当やる気のない時に食べるですね、虚無シリーズ。今回は油そばですね。油そばっていうと麺を茹でてタレを絡めて温泉卵とかチャーシューとか乗せるっていうのが一般的だと思うんですけど、虚無な気持ちではそんなもんできないので、最速最短の油そば、めちゃくちゃ簡単、そしてこの手間でこれでうまいんだっていう、それをですね、いつものテンションだと疲れちゃうので休み休みやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介です。焼きそば麺です。卵1個、かつお節ね、あとあればおろしにんにく、なければにんにくチューブとかでもいいですから、それでやっていきたいと思います。虚無シリーズをやる上で何が一番重要かと言いますとですね、昨日酒飲んだので水分補給ですね。これから食うからカロリー違います。じゃあまずですね、僕が開発したやつです。はい、陶器のレンチンできるっていう優れものです。直火も大丈夫なんですけど、別に耐熱容器でも何でもいいんで、丼とか何でもいいです。これに鰹節入れてください。そして、これをですね、600ワット40秒チンします。で、これで粉にします。はい、じゃあ40秒チンしたものです。これをですね、こうやって砕いていくんですね。そしたら焼きそばね、これポン、一緒に蒸すともちもちになるから、ここに醤油小さじ2杯、ウスターソース小さじ2杯、みりん小さじ1と半分、これが甘みになる。あればね、ラードなかったらサラダ油でいいです。ただあった方が、ラードってスーパーに売ってるから、だいたい小さじ2ぐらい、これあるとコクがつく。ごま油小さじ1杯で、味の素3、最後のおろしに皮を切ってだいたい3分の1ぐらい吸ってください。あとはお好みです。でそしたら蓋して、これで2分、蓋がない容器の場合はラップでいいです。でこれやってる間にスープ、ここに卵白だけ入れてください。で卵黄は麺に溶かします。で水 120cc、 中華スープ、ソーミシャンタンですね、小さじ半分とか、まあ3分の1ぐらいでいいかな、3分の1。あとちょっと全体的にかけます。これあったかくなったらこのスープの素溶けるから、これ交換してまたチンしますから。はい、600ワット2分半チンしたのはこちらです。調味料の水分がいい水分、いい感じにですね麺に絡まって、焼きそばにもちもちになる。そしたら、まあ、スープ、1分半から様子見てください。1分半から40秒、白身が固まったら飲めます。で全体が絡まったらここに卵黄、はい、あればごまかネギ振ってもいいけど、ごまとネギ常備してるやつとかこんなの作んないと思うので、今回はこちらで完成です。虚無油そば。じゃあさっき1分半チンしたスープ、これもできましたんで、ごま油かラー油少し垂らす、あればネギとか散らしてもいいんだけど、もう今日はやる気ないんで。じゃあいただきます。俺は料理家だけど、こういう意識低い飯も食いたいんだ。いただきます。こうやってジャンクにもできる。俺はこういう飯を楽しめない人間にはなりたくないんだよ。最高だ。ちょっとラー油も行こうか。うめえ。片
鰹節が絡んだこの麺がね最高にうまい。で焼きそば麺使ってるから短時間で蒸してあるのでかなり麺がもちもち、全ての調味料が混然一体となって麺に吸収されてる感じですね。もしかして茹でて絡めるよりもこっちの方が一緒に蒸されてるから麺にすごく味がつくのかもしれないですね。マジでカップ焼きそばにしたらバカ嬉しそうな味ですね。いただくか。いただきます。おいしいね。めちゃめちゃもちもちしてる。すごいね、かつお節の風味というか効いてるね。油そばとかでも結構かつおの粉とか入れるとこ多いから絡めるとかなり店に近づくの。めちゃくちゃおいしい。こんな簡単なのにね、もちもちかもちゃんとたまに粉よく食べたい。このタレさえあればご飯突っ込めばめちゃくちゃうまい、ね、最高にうまいね。油そばなんでやってもらいたいし、うちのチャンネルはどれだけ登録者数が多くなったとしてもこういう料理ガンガンやってもらう。大事にして。大事にします。じゃあちょっと仕事モード持ってきて料理研究家のコスプレしてくれる。これはなんか懐石料理とかも食べに行くのめちゃくちゃうまい好きなんだけど、こういう飯もめちゃめちゃ好きで、なんかやっぱりこれは本当の意味でこういうジャンクですごく、まあ特に貧乏飯みたいな、独身飯みたいなのも、あとそういう高級懐石料理みたいなのも両方等しく楽しめるのが真のグルメだと思ってるんですか。だから意識高いのも意識低いのも両方やってるから。確かに、うん、それはね、やっぱりこういう料理って大事ですね。生活の上でというか、これはこういう料理をバカにするやつは許せない。実際マジでうまいしね、うん、マジでこの味がわからないとか違うんだよ。